それにはまず、私はあなたといて幸せよと言い続けてあげるといいですね。はい、皆さん、こんにちは、りょうきです。今日は女性必見、男性が最終的に求めてしまう女性はこれですというお話をしていきたいと思います。皆さん、男性が最終的に選ぶ女性ってご存知でしょうか？皆さんもそんな最終的に求められる女性になりたいですよね。誰しも女性なら愛する男性の最後の女性になりたいと思うのではないでしょうか。そこで今回は男性が最終的に求める女性のポイントについてお話ししていきたいと思います。ではまずこのようなご質問を LINE の方でいただいたのでご紹介いたします。ゆうきさん、はじめまして。はい、はじめまして。私の友達の話なんですが、その友達の彼氏が結構な遊び人で、いろんな人と関係を持っていたんです。ですが、つい最近その友達がその彼と結婚したらしく、結局、いろんな人と遊んだとしても、友達を選んだことにびっくりしました。そこで疑問に思ったんですが、男性が最終的に選ぶ女性の特徴とかってあるんでしょうか？もしあれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。というご相談です。ありがとうございます。なるほど。そうですね。その友達の彼女は最終的に彼に求められたということですよね。では、男性が最終的に求める女性というのは、どのような女性なのでしょうか？今から男性が最終的に求めてしまう女性の特徴6選をお話ししていきたいと思います。まず一つ目です。一つ目は、運がいい女性、アゲマン女性ですね。そんな運がいい女性とは、自分を卑下しない、人と自分を比較しない、他人を妬まない、他人を恨まない、他人を憎まないになります。そんな女性に運はやってきます。皆さんはどうでしょうか？そして、彼女とか奥さんがこのような運がいい女性だと、男性の運気はどんどん上がっていきます。ですが、彼女や奥さんの運が悪い人だと、男性の運気もガタッと落ちるんですね。つまり、いい運の女性は男性にとってアゲマンになるということなんです。このような運がいい女性の特徴は、素晴らしい、すごい、素敵といった言葉をよく使います。なので、男性がうまくいっていない時でもすごくやる気が出るんですね。なので、男性のエネルギーが上がって運が良くなるんです。逆に、あなたってダメねとか、なんであなたはいつもそうなのとか、もっと頑張ってよとか、このように言われていると男性のエネルギーは下がります。言わないといけない時もありますけどね。ただ、エネルギーが下がると、やっぱり男性の運も悪くなってくるんです。男性はこのような女性といると自信がなくなってきますからね。そうすると、お互いの運を下げ合っちゃいます。要は、日頃からいい言葉を使うといいわけです。すると、皆さんの運も上がりますし、パートナーの運も上げることができるということです。皆さんの言葉が皆さんの世界を作りますからね。そんな笑顔が素敵で、相手が元気になる言葉や、相手が喜ぶ言葉を使っている女性は愛されるということです。そして二つ目です。二つ目は、彼の仕事が安定するようにサポートするになります。男性は仕事が人生の要になります。つまり、男性はその彼女との将来のために責任や安定を目指して仕事に集中するようになるということなんです。ということは、彼が仕事で安定するようにサポートすればいいわけです。彼が仕事をしやすい環境を作ってあげるといいんですね。ですから、まず彼の状況とか仕事を理解してあげればいいんです。そして、仕事がスムーズにできるようにサポートしてあげるといいですね。そんな女性を男性は最終的に求めるということです。そして、三つ目です。三つ目は、彼の能力を底上げさせるになります。彼の能力を底上げし、自信をつけさせるということです。男性は一緒にいることで自信がつく女性と一緒にいたいんです。それには、まず、私はあなたといて幸せよと言い続けてあげるといいですね。すると、彼は自信がついてきますし、自信がつけば彼の能力も上がってきます。男性はそんな女性を最終的に求めるということです。そして、四つ目です。四つ目は、プレッシャーを感じさせないになります。男性は自分の彼女の幸せに貢献できるかどうかが大切なんです。ということは、自分が彼女の幸せに貢献できていないと分かると、離れてしまう可能性があるわけです。こういう男性って結構多いんですよね。しかも、皆さんが不幸オーラを出していると、自分の力のなさと彼女を幸せにしないといけないというプレッシャーに負けてしまうんです。だからこそ、彼だけに幸せにしてもらおうと思わずに、自分で自分を幸せにしてあげるといいですね。皆さんが幸せそうなら、男性のプレッシャーは軽減されますので。そして、5つ目です。5つ目は、可愛らしいになります。多くの男性は、美人であっても一緒に手つかれたり、常にリラックスできない人は最終的に選ばなかったりします。お付き合いはするかもしれませんけどね。でも、将来のことはあまり考えないということです。逆に、美人でなくても、多少ドジでも、料理がそんなにうまくなくても、可愛らしい女性であれば男性は心を許します。
そんな可愛らしい女性とは、顔やスタイルということではなく、雰囲気や喋り方や行動などの性格の方なんですね。つまり外見だけではないということです。そんな男性が可愛らしいと思う女性の特徴は、一般的によく笑う、天然で多少動じ、周りに気遣いができる、癒し系、お礼がきちんと言える、素直に謝れる、少しわがまま、愛嬌がこんな感じですかね。皆さんはいかがでしょうか。そして6つ目です。6つ目は、人当たりが柔らかい女性になります。例えば山を登っている時、大きな岩が勢いよく転がってきたとします。そんな時、さあ来いと言って自らぶつかっていくと大怪我しちゃいますよね。でも去ってよければ大事には至りません。このように相手の意見が食い違った時は、いつも自分が正しいと正義感を振りかざしてぶつかり合うより、自分が去ってよければいいんですね。もしお互いに折れずに、お互いに正義感を振りかざしていたら、雰囲気も悪くなりますし、二人の間にいいエネルギーが循環しなくなります。そして後味も悪くなります。それに、正しいか正しくないかっていうのは、人それぞれの価値観で異なってきます。ですから、あなたはそう考えているんだね。このようにして、さっとよければいいんですよね。そうやって相手と戦わないことがポイントです。このような女性は男性にとって柔らかく見えるんです。つまり、相手をなんとか解き伏せようとしてしまうから関係が悪化してしまうということです。相田光雄さんも言ってました。知ってますか、皆さん。詩人の相田光雄さんですね。瀬戸物と瀬戸物がぶつかりっこするとすぐ壊れちゃう。どっちかが柔らかければ大丈夫、柔らかい心を持ちましょうという詩です。いい詩ですね。要するに、恋愛では相手が出てきた時に自分が避けてあげれば関係は和やかになるということです。だからこそ、相手に花を持たせるくらい余裕があるといいですね。出したものは返ってきますからね。それが宇宙の法則です。そんな余裕がある柔らかい女性を男性は居心地がいいと感じるということです。以上が男性が最終的に求めてしまう女性6選になります。いかがでしょうか。まとめますと、まず1つ目が運がいい女性、アゲマン女性ですね。そして2つ目が彼の仕事が安定するようにサポートする。そして3つ目が彼の能力を底上げさせる。そして4つ目がプレッシャーを感じさせない。そして5つ目が可愛らしい。そして6つ目が人当たりが柔らかい女性になります。男性が最終的に求めてしまう女性の特徴は6選、ぜひ参考にしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。 LINE の方ではご相談の方をお待ちしております。概要欄の方に URL を貼っておきますので、ぜひご登録ください。 LINE をご登録いただけますと、男性心理と宇宙の法則をマスターし、理想の出会いと彼との結婚を引き寄せる3つの秘訣セミナーをプレゼントさせていただきます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。